デビューのシーズン、前半戦だけの出場で強烈な印象を残した新人投手、伊藤智仁。伊藤は初登板で波のルーキーでないことを証明した。快速球と高速スライダーで次々と打者を料理する。対するは当時のリーグを代表する代打の切り札、真由美。ルーキー対ベテランの対決、伊藤は臆することなく自慢のスライダーを投げ込むと、見逃し三振。伊藤は初勝利を手にした。6月9日、伊藤は巨人を相手に目の覚めるようなピッチングを披露した。立ち上がりから三振の山を築き、伊藤の鋭く切れる高速スライダーを前に巨人打線のバットは虚しく空を切る。8回まで無失点、そして奪った三振15。しかし味方の援護もないまま9回へ。伊藤16個目の三振を奪い、リーグタイ記録を達成。しかしこの後悲劇が待っていた。9回2アウト、迎えるバッターは篠塚。伊藤の150球目だった。まさかのサヨナラアーチ。投手は報われず敗戦投手となった。6月22日、広島の若きスラッガー前田との対決は圧巻だった。ストレートとスライダーでバットにかすらせもしなかった。この試合、伊藤は6回までノーヒットピッチングを続けていた。デビューから伊藤の安定したピッチングを見てきたナインにも大記録への期待が胸をよぎる。対するバッターは前田。ルーキー史上7人目のノーヒッターの夢は絶たれた。しかし伊藤は後続をピタリと抑える。またしても打線の援護がない巨人戦での悪夢が蘇る。それを打ち払ったのがハウエルの一振りだった。前半戦だけで7勝、シーズン途中の故障が悔やまれた。